皆さん、こんにちは、こんばんは、レオでございます。ということで、本日はこの画面録画を使って、動画を撮りたいと思います。本日やっていくゲームはですね、というか、いきなりゲームはですね、っていうか、あんまりゲーム実況なんてやらないんですけれども、ちょっと面白いのを見つけたのでね、一つ今日は単発、動画を撮っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、本当はね、左上のね、桃鉄もそうなんだけど、その右のしょぼんってやつも面白いんですけど、それもまたちょっとね、やっていきたいんですが、今日はこっちをやります。これです。はい、ということで始まりました。いつどこで誰が何をしたゲーム。ということでね、このゲームはオフラインじゃないや、オンラインゲームっていう感じです。まあオフラインプレイっていうのもあるんですけど、まあ基本的にオンラインゲームとして、誰かがね、誰かとつながって、いつどこで誰かが何をしたかゲームをやります。このゲームはですね、4人、いつとどこと誰がと何をしたという4つの分類になりまして、4人、配置されます。その4人がそれぞれの担当を、します。例えば、ランダムで回ってくるんですけども、じゃあ1つ、じゃあ例文としてちょっとゲームスタートやりましょうか。これ無料でアプリなんで無料でできますんで、まあ誰でもできます。そしてこれ書いてありますね。あなたの担当は誰が、いつどこで誰がの誰かを私が担当します。そして上にそのオンラインでつながった人たちが、まあ、ランダムでつながるんですけども、このゲームをやってる人たちと、つながるんですけども、多分それぞれこの4人がいつとかどこでとかを担当してます。僕は今回誰がの方を担当することになりました。ということで、いつどこで誰が何をしたの、誰がさあ誰にしましょう。じゃあ自分の名前にしましょうか。まず最初初っ端、じゃあ自分レオがという感じで決定します。そしたら文章が完成しますと思います。緊急事態宣言中、保健室でレオが告白した なんだこれ、なんだこれ、誰に告白したんだよっていった感じで、ちょっとね、ランダムで誰かが何かを勝手に勝手にじゃないですけど、文章を思いつく、書くので、面白い文章が出来上がります。誰が何を書いたかわからないので、なおさら面白いというアプリになっております。これはね、決まってないんですよ。みんなが勝手に適当に何かをランダムで書くわけですから。なので、ですね、決まってないので面白いんですよ。だから、いろんな何通りも何通りも何十通り何百通り何千通りと面白い文章が生まれます。そういったゲームです。ということでね、緊急事態宣言中になんで保健室にいるんだって話なんですが、はい、そういった感じで、これからゲームちょっとやっていこうと思います。では次の行ってみましょう。さあ、ということでね、まあ、どんなゲームか分かったということで、次も行ってみましょう。マッチング中です。オンラインです。誰とつながるか分かりません。あ、また誰かだ。誰にしよっかな。じゃあ友達の名前いきましょうか。じゃあよく出てくるウェッシーさん、ウェッシーがということにしましょう。こんな感じです。友達の名前を入れてる友達の名前勝手に入れるって最低だなって思うかもしれないですけど、さあ文章が完成しました。どんな文章になるでしょう。コロナでバイト先でウェッシーが夜の営みをした。ちょっとなんか最初のいつっていうところがちょっと微妙だね。コロナでどこではバイト先でって、いつコロナでちょっと文章おかしいなと。でも下の文章がちょっとパワーワードすぎるんですよ。ウェッシーさん何夜の営み、バイトってそういう感じなんですか。でウェッシーさんのちょっとあれが下がっちゃう。ちょっとそういう人じゃないんでね、ご了承ください。そういう人じゃないです。あなたの担当はどこでです。様子変わりました。いつどこで誰が何をした。どこで、どこにしましょうか。お店の名前とか言っときますか。マクドナルドでにしましょう。 BGM 消えちゃった。まあいいや。こういう感じでね、やっていくんで、本当にね、何の文章が飛んでくるかわからないので面白いですね。さあ文章が完成しました。明日マクドナルドでケンタウロスが絶滅した。何、ケンタウロス、もしかしてマックのなんか月になっちゃったの。そういうことなの。食べられたってこと。そういう意味合いで、捉えてもいいんじゃないですかね。どういうことだよこれ本当に。ちょっと BGM が消えちゃったんだけど、まあいいや。ちょっとなんか待ち伏せちゃった。また誰かか。誰にしよう。ちょっと、なんかこれもおかしいんだけど、おしめんちゃんでいきます。キコトが、おしめんの名前がキコトなので、おしめんの名前にしたいと思います。
おい、セメンの名前入れるやつおるかって話なんですけどね。意味がわかんない。これで変な文章だったらもう最悪ですよ、本当に。そんなことにならないよう祈ります。さあ、文章書いてました。いつどこかで、動物園の皿山で、キコトが、めり込む。どこにめり込んでんだよ。どこにめり込んでんだよ。動物園の皿山で何があってめり込んだの、本当に。意味がわかんないですよ。さあ、どこでです。いつどこで、誰が何をした。どこで。いつどこでどこにしましょう。場所ですよね。どこってことは。じゃあなんか動物園みたいなのが出てきたから、あ、じゃああれ、あ、いいや、お台場にしよう。お台場で。さあ、文章が完成しました。旧石器時代、お台場で小島瑠璃子が勝つ。旧石器時代にお台場ないし、なんで小島瑠璃子カツラなんだよ。おかしいだろこれ、絶対。なんなんだよもう。何を、お、初めて来た。いつどこで、あ、え、いつどこで誰が何をした。鳥ですね。何をした、オチになります。オチか。何したんだろう。場所がね、読めないから何をしたっていうのが難しいよね。じゃあ、サングラスをかけた。ちょっとつまんないかな。まあわかんないけど、とりあえずやってみましょう。落ちって難しいよね、考えるの。さあ、文章が完成しました。ご飯を食べてるとき、公園でかな、部長がサングラスをかけた。部長何してんだろうね、公園でね。ちょっと弱かったな。いつです。あの、いつどこで誰が何をした。いつ、最初だな。さあ、いつにしようか。さっき旧石器時代とかなんかそういうのあったかな。あー、なんかこういうのもいいんじゃない。じゃあ例えば1998年、じゃあ僕が生まれたのが1998年なので1998年にしましょう。1998年、リングでムロツヨシが集った。ムロツヨシさんってだって今話題の勇者ヨシヒコで出てくるあれじゃないですか、方じゃないですか。なんでリングでムロツヨシさんが集ったんでしょうかね。しかも1998年っていう。さあ、どこでになりました。いつどこで誰が、いつどこで、アフリカでにしましょうか。今日のお昼頃、アフリカで俺が飛んでみた。何をしてるのかって感じですよね。ちょっと弱いかな。今すぐゲームを開始ってどういうことだろう。ああ、これあれか。誰、なんか一人足りないじゃん。いつ、鎌倉時代にしましょう。ちょっとこれなんか、これどうなるんだろう。文章成り立つのかな。これすぐにゲームを始めちゃったけど。さあ、文章がマスオ、あ、 AI が入りました。鎌倉時代、どこかは知らんが、伝説の男がおっぱいちょばちょばといった感じでした。ちょっとね、普通に面白いんですよね、このゲームね。飽きないんですよ、ずっとやってても。いろんなね、パターンが出てくるから面白いんです。ぜひとも皆さんね、これ、ちょっとやってみてください、このゲームね。無料でダウンロードできますのでね、暇があったときは、ぜひやってみてください。ということで、今回はいつどこで誰が何をしたゲームの、実況でした。ご視聴ありがとうございました。